中部は中部地方だけの放送だよ。広島何、なんかフラストレーション映ってたけどな。ミルクボーイ知ってますか？知ってますよ、知ってます。でも今好きな笑い芸人さんはイグジットさんと土佐兄弟さんですね。お腹すいた、本当にお腹がすいたよ。違うわ、 NHK のやつ見たのかな。あれ、この前フラストレーションじゃない、そういうとこあるよね映ってたの、なんだっけな。広島にね書いてた時に SK 映画に出てたんですよ。なんだっけ、歌チューブじゃない、なんだっけ、忘れた。なんだっけな、忘れましたね。あ、そう、バズリズムだ、そう、バズリズム、そう、バズリズムは広島で見れました。録画してありますね、まだ。そうそうそう、そういうとこあるよね、そういうとこあるよね。おバズリズムで見ましたね。そうで、すごい嬉しかったんだった。そうそう、録画したんです。そうだ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 、それは全国放送なんですよね。バズリズムは確か全国放送で見れた気がしますね。え、なんでこんなところにパスタが落ちてるんだろう、意味わからない。家の中にパスタが落ちてました、見てください。ほら、じゃあ40分だからあと5分したら終わろうかな、切りよく。昼、今日のねお昼はねカレーライスの残りを食べました。あー、でも本当にご飯が失敗したんだよね。もうおかゆみたいなご飯よ、本当に。大雄さん、なんだっけ、チューリップありがとうございます。本当にね、べちゃべちゃご飯の上にカレーライス食べて、本当に美味しくなくてびっくりした。なんかレンジでチンしたらなんか水分飛ぶかなと思ったんだけど、本当にもう考えられない。本当になんか、なんかカレーライスってさ、上のカレーの部分がさ、味が重要だと思っててさ、混ぜたらさ味変わるよなと思ったけど、ご飯がまずすぎて本当に美味しくないんだよね。本当に悲しい気持ちになった。そう、本当にね、本当にね、そう、炊飯器がね悪いんですよ。そう、本当に本当にそう、本当にそうよ。カレーはね美味しかったんだけどね、なんかご飯が失敗だった。決まったよ。みんな明日からまた仕事ですかね。大変ですね。この期間ね、何時にショールームやろうかなって最近すごい思ってる。わざわざこの時間にやんなくてもいいよなとか思いながら、でもこの時間になるんですよね。何時からが見やすいのかな。やっぱ夜ですよね。明日転勤です。本当に大変ですね、それは。ね、気をつけてください。お腹すいた、やばい。一回お腹すくともうお腹がすいたっていう考えしか出てこない人間なんで、お腹すきました。あー、めっちゃお腹鳴った、めっちゃお腹すいた、やばい。今日ねご飯がまずすぎてね、カレーそんな食べてないんですよね。昨日もね、だってねご飯半分しかね食べなかったんですよ。カレーライス作ったのにね。カレーライスってさ、ご飯を食べるようなもんじゃないですか。もうご飯がまずすぎて
なんか半分しかね食べなかったんですよ。そう、昨日も話したんですけど、そう、ご飯を食べる料理なのにご飯がまずすぎて半分しか食べずにそのまま冷蔵庫に収めて、今日のお昼もったいないからそれをさ食べるんですけどさ、マジで本当に美味しくなくて本当に悲しい気持ちになった。せっかくカレー作ったのにピエンっていう感じでした。ご飯は大切ですね。やっぱりむずい。やっぱり一人分ってむずいんですよ。やっぱね、むずいんですよねって思いましたね。カレーは好きですね。そう、やっちまったよ。老人ホームに提供できるぐらいのご飯のやわやわさです、正直。ね、なんね、うん確かに、うん、そう、ご飯を少なくして今日ね、カレーの汁はでも残ってたから汁をね4杯ぐらい継ぎ足した、4杯じゃない、最初に1杯継いで、でなんかご飯が進まなすぎてあまりにもべちゃべちゃで、もうなんかカレーだけ食べるみたいな感じだったんですよね。最初に1杯継いでそこから3杯ぐらい継ぎ足したんですよ、カレーライスをね、ライスのカレーのルーを。だからほぼね多分ね、かあのねルーしか食べてないみたいな感じだからね、めっちゃねお腹空いてますね今もうダメだ、ご飯食べます。ご飯食べるので終わりたいと思います。うん、初見の人がいる、ミシャさんこんばんは、だってこんばんは、ありがとうございます。一人暮らしあるね、一人暮らしあるね、難しいね、ご飯炊くのは難しいなと思いましたね。みんなもご飯食べてください。そっか、みんな仕事なら夜の方がいいのかな、もっと夜遅く10時とか、うん、そうだよね。むずいね、何時がいいかね。ピサン用途って何で用途って、お酒飲んだんですか皆さん、これから酒飲みいいな。まあね、でもまあ明日から普通の、え、ブログ上がったのかな、上がってますか、わかんないですけど、まあ今日上がったら読んでください、よろしくお願いします。結構早く上げたんだがまだ上がってないような気がするので、何時に上がるかこれはもうちょっと分かりませんが、上がったら読んでください、お願いします、広めてください。ではピサンニューヨータスキピだって、フさんもスキピよ、ありがとう。はい、終わります。ヤマスさん、なんだっけ、だるまありがとうございます。みつくんハートありがとうございます。つねちゃんハートありがとうございます。ショータッピさん音符ありがとうございます。ケンモンさんお花ありがとうございます。キクッチさん花束ありがとうございます。どうなるんですかさんかわいありがとうございます。ナベカズさんハートありがとうございます。ショータッピさんだるまありがとうございます。マッカチンさんファイトありがとうございます。ドロボー T シャツポンさんかわいありがとうございます。イラットマークイッピョさんトートありがとうございます。オカピさんハートありがとうございます。マッカチンさんなんだっけ、お団子ありがとうございます。かわいもありがとうございます。なべかずさんハートありがとうございます。きくっちさんアイスありがとうございます。竹下さんハートありがとうございます。大優さんチューリップありがとうございます。13番よしやすさん、12番男さん、11番糸さん、10番コットンさつまげさん、9番どうなるんですかさん、8番ムーさん、7番くがみさん、6番あらっぺさん、5番アジャンマスターさん、今日の番はあらっぺさんですかき、あ、違う、ショータッピさんですかき、ごめんなさい、P が多すぎて分かんなくなっちゃった。3番みつくんさん、2番山さん、1番チャロさん、ありがとうございました。
3012人の方ありがとうございました。ギフトとコメントもありがとうございました。今日あれ送んなきゃ、メールも送るのでお願いします。それではバイバーイ。